クシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回は今回のコロナ騒動を機にタバコを吸うのをやめませんかというお話をしたいなと思います。というのもですね、理由はシンプルで、コロナに感染してしまうとですね、喫煙者が、重症化するリスクが上がるということがですね、報道されています。でこれは僕はね、あくまで医者ではないので本当なのかどうなのかちょっとよく分かってませんけれども、まあ、これだけ報道されてるってことはまあ本当なんでしょうということが分かると思います。でね、タバコをねやめるっていうのはですね、なかなか大変だと思うんですよ。で今タバコを吸ってる人の中でもですね、例えば増税とかでやめるきっかけをこうがあったけど、まあ、やめなかったとかですね、まあ、そういう方の方が多いと思うんですよ。なので何度かはですね、やめるきっかけややめろと言われたことがですね、あると思います。タバコを吸ってる人たちはね。なのでまたかよとうるせえなと思うかもしれないんだけど、今回のね、コロナ騒動をきっかけにですね、タバコをやめてみるっていうのはですね、皆さんの健康にとっていいんじゃないかなと僕は思いました。でタバコはドラッグなので、依存性がですね、大麻よりも高いドラッグなのでなかなかやめられないとは思うんですよ。まあ、なんですけれども、なんだろう、今やめてももう遅いという考え方もあるとは思うんですが、コロナウイルスのですね、パニックというかパンデミックはですね、まだまだ続くと思います。夏前まで続くと思うので、そう考えたらですね、今の時点でやめれば、かなり効果はそれなりのメリットはあるんじゃないかなと思うので、もちろん経済的にもね、健康的にもいろんなメリットがあると思うので、これを機にですね、禁煙にですね、挑戦してみてはいかがでしょうか。仮にですね、また3ヶ月後、4ヶ月後に始めてしまったとしても、何ヶ月かタバコを吸わなかったというだけでですね、健康上のメリットはあると思いますので、まあどうかですね、検討してみてくれたら嬉しいなと思います。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。